皆さんお元気ですか。よいしょ、カカジーです。はい、今日もお荷物が届きましたぞ。中身は何だろうね。はい、開封の儀取り行います。ここもか。いや、十字にテープが、テープが、硬い。よいしょ、うわあ、土がこぼれてきた。うひうひ、大失敗だこれ。よいしょよいしょ。シェイクンド奥義、無理やり無理やり、あ、無理やり、あ、そんな、あ、あ、あ、ちょ、という茶番は置いといて、はい、パカス。華麗なパカスでしたな。よし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 、あ、バイ。よいしょよいしょよいしょ、はい、バーイ。お、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、なんこれ。おお、おほほほ、すげー。なあ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょ、どうしようか。なんか、お立ち台が欲しいな、お立ち台が。お立ち台。よいしょ、違う、そういうことじゃない。はい、まずは、こちら、あれ？何これ？はい、ドン！メール？ほら、何これ？これ、花芽か。花が咲くのか、この後花が咲くのか。まあ、根っこもまだ新しい感じなんで、早いとこ植え付けてあげないと。おっちょ、そしてこの模様よ、ほら、メートル。これはキュウリを途中からちょん切ってくっつけたんではなくて、こういう植物なんですね。はーい。ほいたら、これ何、これなんだろう。アイパカス。あら、綺麗。緑と白のエクスタシーみたいな感じで、まあ綺麗だこと。あ、かわいい。はい、それからそれから、よいしょ、はあ、バイ。根っこ切れてるわよ、あんな乱暴にね、やっちゃったから。お、これはこれ、あー、来た。これ最後にしようか、先に。どれ、これ、これいっとこうか。はい、ちょ、ないこれ、根っこ、これ違う根っこ切れてんじゃないの。ちょ、どれの根っこ。根っこ切れちゃってるわよ。この種類は根っこはなるべく残した方がいいって話を聞きますからね。はい、ドンと。お、これなんだ、これかっこいいね。おお、ちょっとなんか怪獣の角みたいな。おお、ガオーガオー、かっこいいね。おお、そしてそれからそれから、なんか根っこがちぎれまくってるぞ。輸送中にちぎれたんかね。アイドン、あ、アイドン、あ、この子の根っこだ。うわ、めっちゃ切れてる。大丈夫かなこれ、ちょっと心配。はい、こちらが正真正銘のキュウリをちょん切ってくっつけた苗でございます。そう、キュウリを育てます。キュウリっぽいな、本当にキュウリっぽいな。見れば見るほどキュウリだろう、これ。すげえ。はい、という種類の植物だす。いや、参ったな、だいぶ根っこ短くなっちゃったけど。さあ、ラスト、あたすの本命ちゃん、ドン。あー、根っこすごいね、根っこすごいね、これは期待できますよ。はい、見てこれ、この透明感何これ。これ上から光当たってんじゃん、上から光当たってこの透明感だと、逆光にすると相当すごいですよ。いやー、これやっぱり大正解だな。これちょっと今ライト持ってきますわ。アイドーン、フラッシュライト、ピカーンピカーン、ホロードゥーサーチライトのような、ウィーン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 、脱走者脱走者発見、脱走者発見、至急
周期駆けつけたしっていうフラッシュライトを使って逆光いきますよ。せーの、はい、ドン。ちょうまくいかないな。ちょっとうまくないな。逆光上から、あー、こんな感じだ、こんな感じ。あー、すごーい、きたー。うわ、すごい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 、なにこれ、宝石箱やー。おー、ふふー、透き通って、こんな植物あるんだねー。いや、こりゃハマるわ。こんなんあかんやん、沼やん、こんなん。こんな綺麗で面白植物、沼やで、これ。いいね。ちょっとあれだ、顕微鏡モード。あ、来た、顕微鏡モードで、さらには逆光で。おお、この透き通り具合、おお、すげえ。うおー、あーい、これ順光だとどうなの、あんま変わんない。うん、まあこれでも全然ね、すごいね。わあ、すげえ。ほら、透けてる。これ順光だね、逆光。おお、すげえ。おー、ほほー、おー、あ、なんかあれだね、トゲトゲ生えてるね。よいしょ、あ、取れた、マジか。はい、ということで本日届いたのはこちら、ハオルチア族のいろいろな苗さんたちだね、セットを買いました。で、今回のジジイはこちら、これね、なんだっけ、ジェリーフィッシュ、あれ違った、ジェリーフィッシュ、クラゲ、クラゲの名に恥じぬぐらいの、このほら、ほら、ほら、もうこの感じ、たまらん、たまらん。うおー、もう早く植え付けないとやばいね、これね。よし、それからマンゾウ、マンゾウという種類、マンゾウの白鳥だったかな、多分中のほら断面みたいなとこの模様が白鳥が飛ぶみたいな感じなのかなね。はい、で同じくこれ断面になって、あ、絡む絡む、断面タイプのこちら、細長くなっている断面は玉線、玉の扇と書いて玉線、これ扇状ってことなのかな。で、これはね、こうほら白のさ模様が、これはみっちみちですごいのよ。しかも花芽まで出てるっちゅうんだから、これあれかな、増やせんのかな。うん、はい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 、はい、それからパンドラです。おお、こんな、どの辺がパンドラなのかな、希望はあるの、どこどこ。ああ、いいね、いいよいいよ、これは透けてないんだな。ほほー、で唯一この中ではちょっと窓と呼ばれるものがないんだよね、普通にビヨーンって伸びてる、ここね、ブツブツになってるね、ブツブツに、こっちこっちシュワシュワになってる、なんか不思議な、やっぱり怪獣のガオーガオーって感じだね。いいね、これなんだっけな、覚えられてない、字幕でドン。はい、そうです、その方です。いいね、はい、よし、ということで5種類のハオルチアというね、多肉植物の5品種到着しました。どうしよう、ちょっと長尺になっちゃうから、一品種ずつ植え付け動画それぞれでお送りしようかなと思いますぞ。ということでハオルチア、いろいろ届いたよでした。はい、シェイクンドー極めましょうね。ゼス、ジジイは植物であっても飼育と呼ぶぜ。はい、さよなら。
お元気でジェリーフィッシュ。グッドボタンやチャンネル登録をしていただけましたら幸いでございます。それじゃあまたお元気で。